中にはね、そのこれから上に登っていこうとする階級はね、実は暴走してる暇ないねん、実は。だから今、暴走なり、超安全運転爆音走行なりしてるやつは、未来ないねん。暴走なくて、暇やん。これから上昇する、これから上昇する階級は、そんな暇ないねん。これ真実、これ真実。みんな滅ぶんちゃう、うん、滅ぶの滅びないの階級ですから、みんな上流階級。そんな気にしてんの、上流階級。もし滅ぶんから、これから登っていくやつのことめっちゃ言うの。せやけど、滅びいくやつら、世界滅ぼしたら、あいつら登っていくと階段なくなる。登っていくべしはなくなる。じゃあ、俺ら有利や。な、ちゅうか、もう、最近のシステムは難しいで。俺らも維持できへん、これじゃ登られんし、もうおるだけ出たんや。だから、今のシステムを加えたらまた俺ら天下取らなきゃな。思ってるんだけど、それが無理やねん。そんな思ってるやつが無理。今のシステムわからない知能が無理やねん。根性が無理やねん。何も、何も、ずすべての点無理やねん。じゃあせめて高級車買ってもらう。下げてこう。取り回してるの気があるだけやな。ほんまに儲かっていってる。暴走する暇ないねん。あのネットでなんとかで、いろんなんで、その儲けて株とか、アフィリエイトして儲けて高級車当然、乗り回してるんちゃう。何億も稼いでデートでさ、そんな暇だけやな。しょっちゅう困ってる。じゃあ、レンチは、そんなやつが買われてんだろ。あ、今やとこれ乗ってこいよ。上昇値の階級買われたんだ。はい、わい、いい様に。そんなやつが、超安全。そもそも動いてないから、超安全に乗ってくる。そんなやつが動いてほしい。起業してへんねん。やめてへん。しまう場所ないよ。暴走して片付ける場所ないの。格納しとく場所ないの。保管しとく場所ないの。だから暴走して。それが若い頃も。そう。もうそれ、そういう発達年齢。その年齢にふさわしいことしたの。オンライン。18歳。発達障害ちゃうの。例えば、戦の練習、喧嘩の練習、30を超えてやったら遅いの。まあ、優れた軍師は何歳になってもそういう練習したって。そうや。だけど、弱いもんいじめせえへん。ん弱いもんいじめの練習なんだかん。退化すんで、退化。練習の逆になってまうの。お前言わないやんけ。ベテランなんだっけ。経験なんですけど。うちの生きてきた人生が強いんだから。プロとなって。で、やっぱ自分も強くて人生強い。死んでるし。自分が強くて人生弱いやつ。生きてる。お前らや。それやったら、いや、弱い。中身が楽しい。結局、その相手の弱点攻めるっていう、その、どっかで習った、どっかに変えたいってことは、もし返して、で、適当して、同じことしてよ。変えたいってことは、思われたもんやぞ。めね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 。あれ、正式な言葉あって、そういうふうに書いたらいいのかな。何やろ。やばかったね、お前で。この声。
当に。もっと古いペルサの引き出しができたのから、なければならない。これがメネって、もう俺捨ててるのに、これやっただけや。メネ誰よ、すって。で、バビロンは寝袋に。で、イスラエルは何？何？同じペルサの魔法使い。何で、タコを描いてるの？実は。で、何よ。で後ろに当時バビロンの宮廷はイスラエル人堕落の鍵の堕落の糸だ。どういうことしてると分かThank you.